はい、ということでね、今日はね、ちょっとね、いつもと違って、なんかちょっとニュースをね、取り上げたくて、動画回してるんやけども、まあ僕ね、最近あの、ニュースをね、いろいろ見てるんやけど、日本のニュースとかも見てて、なんかやっぱりどうしてもね、これウクライナのね、今の状況とか、やっぱどんどん目に入ってくるんやんか。まだね、出てくる。見とったらどんどんそればっかりおすすめというか、まあ、出てくるんやん。そうそうそう。一番上の方にね。で、まあね、本当にまだまだずっとこうウクライナでひどいことが起きてて、まあ、ウクライナ軍がね、また反撃をしてて、ロシア軍が今、逆に弱ってる状態で、まあそれもまたね、いいことなのでもないんやろうけど、結局ね、占領された地域でまた、ご遺体が見つかったとかね、すごいひどい話やなっていう風なところで毎日見ているわけですけども、ちょっとね、このね、気になる記事があって、うん、ちょっとそれをね、一回ちょっとアレちゃんにどう思うか聞きたい、ね、うん、ちょっと読ませていただきます。はい、まずタイトルがね、うん、ウクライナに敗北を、神社にロシア語の絵馬、発見したロシア人女性は恥ずかしいと涙。この絵馬が目に入ってきた時はあまりのひどさに絶句しました。そう語るのは東京都在住のロシア人会社員アナスタシアさん、30代加盟。2022年8月某日、東京上野の神社を訪れた彼女は、神社の境内に懐かしいキリル文字で書かれた絵馬を見つけ、手に取って読んだ。そこに書かれてあったのは、癒しの気分を吹き飛ぶものだった。ロシア軍人に栄光あれ、我々こそが真実だ。ウクライナは任されなければならない。勝利は我らのものだ。我々の祖先はナチスと戦い勝った。今回も勝つ。アナスタシアさんが語る。2月24日のウクライナ侵攻により、私を含めた在日ロシア人の人生、生活は大きく変わりました。私は今回の侵攻に反対していますが、ロシア人というだけで白い目で見られ、ネットには誹謗中傷が溢れています。私も一時期はニュースを見ないようにしていたくらいです。アナスタシアさんの知人の中には失職した人や精神に不調をきたし、心療内科に通っている人もいるという。そして在日ロシア人にとって深刻なのが、母国に残った家族との不和だ。ロシアに暮らす多くは国営メディアの報道だけに接しており、海外に暮らすロシア人が戦争の問題点をいくら指摘しても聞き入れてくれません。周りには母国を見限って日本への帰化を決めたロシア人もいます。絵馬を見て衝撃のあまり一瞬目の前がぼやけました。日本という外国で合成的な考えを神聖な場所に書きつけるなんて、同じロシア人として恥ずかしいですし、取り外したくなりました。アナスタシアさんは、自分に何かできることはないかと3月に行われたウクライナ侵攻反対デモに参加した。もともと私は政治意識が高い方ではありませんでした。むしろ1990年代の混乱を経験しており、ロシアに安定をもたらしたプーチン大統領の功績を認めていたくらいです。プーチン大統領への見方が変わったのは2014年のクリミア侵攻だ。ウクライナクリミア半島を併合したことを喜ぶロシア人たちにも違和感を抱くようになった。残念ながら、すでにロシアは全世界的にパライアステート、嫌われ者国家になってしまいました。そんな中、このような絵馬を掲示する神経がわかりません。海外に住むロシア人にますます類化を読んでしまいます。大部分の在日ロシア人は今回の侵略に心を痛め、草の根活動を続けているのですが、アナスタシアさんはそう語って涙を拭いた。というこちらの記事。これどう思う？これ見て。普通に、これがぶら下がってるのはちょっと嫌だね。まあ普通にな、そんななんかアホちゃうって、もしほんまにロシア人の人がこれ書いて、絵馬描いとったらな、これ失礼なのかわかんないけど、私は見たら、あ、多分その絵馬外して後ろに隠す。ただどうやって記事になったの？そうやね、これがなんかどういうことって感じやね。このなんかさ、最近の俺思うんだけど、ニュースって背景が書いてなさすぎて、これをこのまま成立させるためにこの記事、うん、で考えるとしたら、取材の人が神社を1ヶ月間か2ヶ月間かわかんないけど、毎日張り込みをして、そこにたまたまロシア人が来て、そこにロシアの絵馬を見つけまして、あ、恥ずかしいって言ってるところをってなるんかな、取りに行ったっていう、まあ、もしくはこの恥ずかしいって言ってるアナスタシアさんが見つけて、恥ずかしいのに、恥ずかしいっていうのをいろんな媒体に売り込みをして、取材をしてください私をって言って、
取材をされたんか、一応なんか調べてみたら、別にこれが SNS で出回って、うん、なんかこう発信してる、それが発信してるっていうものを記事にしてるわけでもないみたいなのよ。やっぱコメントとか見てても、あんまりそこが背景がどうなってるとかっていうことを気にしてる人もいなくて、なんかこういうのってなんかジャーナリズム精神みたいなものを俺疑ってしまうよね。なんか書いてほしいよね。ロシア人を、例えばちょっと取材を頼んだら応じてもらって、その一個のなんかストーリー、私前こういうものを見つけたので証拠写真として当時撮ったものを提供いただいたものがこれですみたいな感じでやったらいいけど、でもこれ写真の下になフラッシュってあって記者の人が撮ってるという形に一応なってるようなのよ。そう、これの一応ちょっと画像のね、特にね詳細を書いてないだとしたら、やっぱりアレちゃんが言ったように、エマを見つけて、こんなエマがあるんですっていうのを言って、で、じゃあちょっと取材するから一緒にもう一回行きましょうって言って、こうやって見せて、こんなエマがあるの見て私恥ずかしいですっていう。私恥ずかしかったら多分逆に取材してくださいって言わない。いや、けどね。普通に俺はマジで恥ずかしいなって思ったら、絶対そんな記事。ね、隠しちゃうかな。うん。でも少なくとも取材をして、なんかそれをこう広めてほしいとも思わへんのよね、俺はね。新しい絵馬を描いて上にかぶせるっていうか、一応ないとは思うんですけども、ちょっと記事にするためにあえて描いて飾ってこういう記事にしてみたいなこともありえることもないやんか、背景があまりにも描いてなさすぎるから。こういうことをね、これ見て、まあ、正直日本に住むねロシアの人はみんなもちろん不快な気分になるし、確かにこういう意識というか、言うてプーチンを支持してる日本に住んでるロシアの人もいるのはいるのよ、うん、過激派の人とかも結構いるし、うん、やっぱり日本のニュース言うて見てなくてっていう人もいるのは事実ではあるんやけども、恥ずかしいっていうのも俺確かに昔プーチンがこうやってるのでテレビに出て本当になんかもう恥ずかしい気持ちですみたいなこと言ったねんけど、自分もあの言ったことあるけど YouTube でなんか多分一番最初衝撃受けた時に恥ずかしいですって言って何か一緒にされたかも、うん、でその恥ずかしいっていうワードってめちゃくちゃな、自分も何回も取り上げられて、でアリちゃんもなニュースにそれ恥ずかしいっていうのがなっとったけども、でもこんな一ね、同じ国籍を持ってる一他人がやったことに対して俺はいちいち恥ずかしいっていう気持ちはもう抱かないようにしてるのね、うん、だってそんなんさ、例えば日本の人でもさ、頭おかしい人もおるやん、日本の人でも。で、いちいちそれでな、同じ日本人として恥ずかしいなんて思うのっておかしいと思うの、俺。だってみんな違う人やから。だから私は全くこういう考えを持ってないし、これに対して、恥ずかしいとも思ってないし、申し訳ないけど、このアナスタシアさんという方も、きっと恥ずかしいって思ってないやろなっていう行動に見えてしまうし。例えばもし自分から連絡をして、取材してくださいって言ってるんだったら逆に、でも取材受ける時点でさ恥ずかしいって感じてもない気がするよね。そうだからなんかね、ちょっとこういう言葉でつる系の記事は私はもうね、なんかこれによってまた影響されてどうのこうのっていうので、いろいろこう全部さこのままの通りに受け止めてさしまう人もいっぱいおるからさ、ちょっと記事を読むときに俺はもうちょっと背景とか、この取材ってどうやって行われたんやろうとか、そういうところまで気にして、どういうことっていう疑問をもっと抱くようにしたいなって思う。これがな、もうまさにな、ロシアのプロパガンダもそうやねん。向こうの記事、ニュース記事見とったら。それどういうことってなるようなことがめちゃくちゃ書いてて、ほんでだからウクライナの人がこんなひどいことしてるんだ。だからロシアがこう、助けなければならないみたいな記事になってるわけよ、向こうも。まあ、ただでさえね、私もなんか取材みたいなのをなんか受けた時に、うん、その自分の思ってることとかって言ったにもかかわらずなんか変えられたりっていうのがあるから、それをこういう風に記事にされるとわかんねえな、わかんない。だから皆さんもうちょっとニュースっていうのはしっかりと背景まで読むようにしましょう。特にね、どこから出てきてるのかとか情報をね、うん、一応ね、記事を書いてらっしゃる方の名前は出てるんやけどな、これは、うん、名前出てるだけマシっちゃマシやからな、本人にこれ問い合わせて聞くとかなってことができるんかもしれへんけど、一つ言いたいのは、僕の周りにはこんな絵馬をね、ましてや日本の神聖な場所でな書くような人は多分おらんとは思いますし、まあ、いるんやとしたら恥ずかしいとかではないけどもアホやなって思う感じで
見てしまうなって感じですね、僕は。皆さんどうお考えですか？でもいろんな意見があってもいいと思う。すっごいプラスに見たら、こういうことをそのままにせんと表示させて、それに対してアナスタシアさんが、そうは思ってないんですっていうことを世にちゃんと発信したかったみたいなことにも捉えられるから、でも別にもともとこれがすごい話題になって広まってたってこともなかったから、この記事の前まで。で、仮にこれもしな、あんまりやらせてやっとったら、ほんまバチ当たりもんやねん、これな。神様利用して。そう、ダメなんだよね。いけないんだよね。他人の不幸とか願ったりとか書いたりすることたまにある。あ、そもそもな。だけど、そもそもそういうのがダメで。最悪。何を目的でこの記事を、どういうふうに思ってほしくて、この記事を作ったか。いや、わかりません。ちょっともう、まあでも、そういうニュースがありました。また、なんかニュース扱います。以上です。